さあまた不動50号へね戻ってきましたね。さあ今からねどうしようかなってね、さあちょっとあれかな、通れないのは分かってるんですけどね、これだね、通行止めなのは分かってるんですけど、あ、なんか書いてある地図が出てる、作業現場延長あり、去年はねこっちから入っていってね、どっかこの辺でこっちから入っていってこの辺か、あ、これか、うん、令和3年12月22日まで、雪崩っていうかね、崖崩れを起こして通れなくなってましたんでね、まあ、ちょっと行くだけ行ってみますか。3年ぐらい前に来てる時も途中で通れなかったんですよね。その時はリエフで来たんですけど途中でパンクしてねまあ釘のなんか頭を拾って、釘っていうかビスか、ビスの頭拾ってねパンクしちゃってましたんでね、どこまで行けるか、まあ、多分あれだろうね、亀岡の去年ね行こうとして、あ、土砂崩れになってて行けなかったねところ、うん、そこをやってるんだろうね今工事を。ただ今日なんか工事これ入ってるのかどうか、入ってなさそうな気がするけどね。ここはね面白い道で、林道区間とね途中から不動になるんですけど、不動区間とあって、林道区間はね舗装なんですよね、舗装林道になってるんですけど、不動の区間はね舗装されてないんですよね、面白いですよね。まあ、全部通じてしまってね、不動にしたら今度府が管理しなくちゃいけなくなるんで
もうこの辺も石がコロ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 転がってるけど、まあ、走るには支障ないレベルですね。ちょっと水が出てるな。この辺ちょっと石がね、パラ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 落ちてますね。3年前来た時はね、あれは台風がひどかった時だったんかな。台風のねひどい頃の後だったと思うんで、それよりは、まあ、だいぶマシですよねこれ。それよりはマシにはなってるけど、でも行けないんだというね。ああ、おう、ぬかるみが。この辺だね、この辺で確か BF でこの辺まで来たね、うん、あの時はね木がもう途中で木に遮られて倒木でね行けなくて、ちゃんとそういうのはどかしてありますね。林道区間はほぼあれなのかな、行けるのかな、これ。うん、この辺もだいぶね綺麗に避けてはくれてますもんね。こっからか、こっからだな。こっからが今のやるか分かんないけど、
ここからが不動なんですよね、この舗装路じゃなくね、ダートになってね。今日は水がやっぱ多いね、この下ね、すごいね。あ、ここから通行止め、封筒木の撤去作業を実施しています。あ、もうこんな風に腐りかけてんだね。12月22日まで。その現場まで行けるかと思ったけど、現場まで行けないね。よいしょ。さあ、今日はすごいよ、なんか水の量が多いからね、ダムみたいになってる、この辺でも。去年通行止めになってたところはね、やっぱ無理なんですね、行けないんですね。今のとこすごい景色良かった。いやすごいな、すごい坂、これ崖だね、崖。あそこあんな風になんかコンクリートでこう道にしてるんだね、こうね流れるように、あんな風になってるんですね。あ、船が下ってるわ、ボートのね、船がいますね。急流下りやってるのかな、気をつけて。いやすごい、柏の木がすごいね、でかいね。さあさあ、ここの林道はね、その前にタイヤがパンクしてね、まあ苦い経験があるんでね、まあまあ釘っていうかね、ビス踏んでたせいなんですけど、まあそれでもなんかちょっとね、トラウマじゃないけど
なんかそういうのはありますよね。もうちょうどこの辺だったんかな。後輪が、あれなんかニュルニュルするなみたいなね、なんかあの泥の上を走ってるような感覚ね。今日はね、パンクせずに帰りたいよね。ちょっとまさかここへ来る、ここへ来るんならね、あのパンク修理剤ね、持ってくるんだけどね。ここへ来ると分かってたらね、今日は持ってきてないですから。まあ安全運転でね。さあさあ戻ってきましたね。松尾谷林道ね、戻ってきました。やっぱり行けませんでしたっていう話だけど、まあでもね、年内には復旧するってことだよね。まあだいぶのんびりしてますけど、もうぼちぼちやっていくんだろうね、手の空いてる時に。